はい、こんばんは、モカ太郎です。バイオハザード7の生放送最終回。それではご覧いただきましょう。どうぞ。モカ太郎の動画。工作員のことをイーサンに内緒にしてた。あー、なるほど。そういうことか。やっぱね、内緒にすることは良くないね。何でもかんでも内緒っていうのは良くないよ。ねえ、土猫ちゃん。内緒は良くないよね。ねえ、土猫ちゃん。土猫ちゃん。内緒良くない。土猫ちゃん。なんだ？これで思い出した？エブリン。思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね。いいえ、ダメよ。家族にはなれない。工作員だもんね。これからも、あなたと家族になんてならないのよ。じゃあいい。お前なんていらない。うわ、びっくりしたん。やめて。ちょっと待って。ガトリングガン的なものがなくなった。エブリンは、ただ家族が欲しかっただけ。クロちゃんの言い方がね、すごく、胸にくるよね。よいしょ、開いた。上行く感じだね。はい、行きます。そうだよね、エブリンも一人ぼっちだったってことだもんね。仲間っていうか、まあ家族が欲しかったんだろうね。寂しかったんだろうね。切ないわ。4階でクロスレンチ取って、了解。4階。クロスレンチ。やったー、地図。地図ゲット。これクロスレンチで開かないの。リモコン爆弾。他何かあるかな。まだ使えそうね。パソコンだ。イーサン。お、イーサン。イーサン、もずくに絡まってる。まだ間に合えばいいけど。わかった。一番下ね。一番下ね。オッケー。そこは船長室の鍵が必要。ありがとう、クロちゃん。わうわう。やめなさい、エブリン。もう幻覚はたくさん。あの子はどこなの？クロちゃん、どこで使うんだっけ、レンチ。エレベーターだっけ。リモコン爆弾。エブリンがモズクを出しちゃったからおかしくなっちゃったの。エブリン、モズクを隠してればおかしくはなんなかった。もうちょっと出ちゃったから、おかしくなっちゃった。エレベーター。すいません。エレベーター行きます。エレベーター。はい。ここでクロスレンチ。もずくというかカビだよ。カビか。お、なんか、ケーブルが完全に焼けちまっている。替えがあったんだが、3階の医務室の機械を直すときに使っちまった。ワデル先生に行って借りてこい。下の第二機関室から呼ばれているんだが、こいつが動かないとどうにもならん。どうにもならん。爆弾で壊しちゃえばいいんじゃない？なんかいる。なんかいるぞ。どうしたらいいのこれ。どうしたらいいの。どうしたらいいの。どうしたらいいの。これ。どうしたらいいの。降りる。登る。降りる。登る。登る。登る。パキューン。パキューン。あー、もうクロちゃん。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 クロちゃん、これどうしたらいいの。あ、田中さん。初見、ありがとうございます。スルー、スルーできなかった。ごめんね。これ、撮りたいんだけどさ、撃つしかないよね。リモコン爆弾。レクリエーションルーム。でも、鉄を溶かすアイテムは、私、全部使っちゃったから、ダメだね。だって、鉄溶かすアイテム必要でしょ？私、鉄溶かすアイテム使っちゃったもん。全部。ほら。積んだ？積んだ？積んだ？娯楽室？溶かすやつ3つある。
じゃあ2階行きます。ティールームの奥の部屋、ありがとう。ティールーム2階のティールームの奥の部屋、ありがとう。クロちゃんありがとう。食堂から入ってトントンね、トントン。迷うなよ。まっすぐ行ってトントンだよ。頑張れ、私頑張れ頑張れ。うわ、生まれた生まれた、絶対的に生まれた、絶対的に生まれた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。もずくの部屋来ちゃった、もずくの部屋来ちゃった、もずくの部屋来ちゃったから、こっちに行ってティールーム、ティールームティールーム、あ、ガンパウダー、うわ来た。はい、トン、ハーブ、開いたんじゃない、よし来た。あった、ありがとう、クロちゃん。あったよ、クロちゃん。ありがとう。でも、弾二つ、どうしたらいい？リモコン爆弾使っていい？ダメ？ここにさ、ここにリモコン爆弾置くじゃん。で、ここ開けるじゃん。ここ開けるじゃん。起きてもらうじゃん。爆発するじゃん。どうよ、どう？うまいんじゃない？じゃ、これで一回行きましょう。これ、プシュー使おう。マシンガンゲットしてヒューズ回収。了解。マシンガンゲットしてヒューズ回収。ちょっと待ってね。リモコン爆弾。リモコン爆弾。ロッカーの鍵、ゲット。4階でマシンガン。ありがとうございます。で、4階行きます。4階、4階。ここ4階かな。地図見よう。4階。オッケー。船長室。オッケー。多分ね、迷うから。船長、船長。絶対、絶対、だだ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 だ。おぉ、ここじゃん。ちょっと待って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 。間に合え。よーし、間に合った。あれ？いいんだよね。よし、ここ開けます。やったー。マシンガンゲット。リモコン爆弾。うわー、はみ出てるよー。撃とうか。うい。来い来い、来い。何やってんだよー。来い来い、来い、来い、来い。来い。意味ない。来い。なんかいる。はい、しまったー。はい、しまったー。はい、しまったー。うわっ、それはずるいよ。はい、しまったー。なんなの、マジ。はい、行くよ。はい、しまったー。はい、しまった。しまんない、しまんない、しまんない。やばいやつ、やばいやつ。やば。1階だよね。1階行くよ。って聞いたもんね、さっきね。どこ行けばいいの？クロちゃん？クロちゃん？クロちゃん絶対トイレ行ってるでしょ？クロちゃん？クロちゃん絶対トイレ行ってるでしょ？ 3 階行きます。ヒューズ回収して？ヒューズどこにあった？ヒューズ？ 1 階？私が最初に刺したやつ？ヒューズ。ここら辺で使ったよね、確か。これ取るんだ。はい、取りました。扉にはめたじゃん。もうクロちゃん怒ってるから、もうちゃんとして。私が。ここにヒューズつけるんだね。はい、ヒューズつけまーす。ん？ケーブルが抜けてる。ケーブルは医務室だよね。ここから行こう。で、医務室ね。ケーブル取りに行きまーす。眺めがいいね。ケーブル、これかな？よし。ケーブルゲット。これでいいのかな？はい、電力ケーブルゲット。じゃあ戻るよ。エレベ、エスカ、エレベ。戻るよ、戻るよ。はい、お待たせしました。ヒューズ取っちゃった。ヒューズ取っちゃったよ。え、何？あって何？妖怪駅見逃してる？オッケー、わかった。じゃあ、妖怪駅取りに行きます。
リモコン爆弾。弾。ここ開かないもんね。奥の通路。奥の通路ね、リモコン爆弾だった。いいかな。続いて1階のエレベーター。いえいえ、湿気なんてそんなクロちゃん。クロちゃん湿気なんて言わないで。そんな湿気なんてもっと言って。はい、じゃあつけまーす。はい、ヒューズ。ケーブル。はい、つけました。動いたね。動いたよ。ドキドキするね。はい、つきました。あいつが待ってるよ。バカやろ。マシンガンの弾、ゲット。あいつって、E さん ?E さんに会える？やっと。もう E さんに会いたいよ。バー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 。ちょっと待って待って待って。え武器使えないんだけど。ねえ、武器使えないんだけど。ねえ、ねえ、武器使えないんだけど。なんで？なんで？あ、使えるわ。ごめん。しけしけ。しっけしっけ。よいしょ。足、いい子だなぁ。リモコンバーク、いい子だなぁ。はい、どん。はい、行きまーす。私のためにやってほしいことがあるの。やってほしいこと？イーさん。あ、イーさんいた。あー、イーさん。イーさん。イーさん。え、これファミパンじゃん。おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ？殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ？あんたたちに何をした？あの子は、無理やり心に入り込んだ。そうなったらめっちゃ普通に喋るじゃん。もう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業だ。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。ただ自分の家族が欲しいだけだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。うわぁ、辛いなこれ。紙パンめっちゃいい人じゃん。ミア、どうした？時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して。あ、いるいる。これを持って行って。なんだ？おい、何してる？何のつもりだ？なんで？あなたを助けるの。なんで？早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。え、なんで？よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ。いや、一緒に行こうよ。ミア！なんで？やめろ！なんでミア残んないといけないの？なんで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 ？表現するから残ったんだよ。あー、なるほど。まだエブリンに侵されてるんだ。イーサンを助けるために感染してる自分を閉じ込めたってこと？進みます。アルファ1、アルファ1、応答せよ。こちらアルファ1だ。何かあったか？ベイカー邸を捜索したが生存者はゼロだ。繰り返す。生存者はゼロ。争った痕跡がある。エブリンか？違うようだ。エブリンを見つけた場合、発砲を許可する。いいな。奴を仕留めるんだ。奴を仕留めるんだ。ミアの持ち物を受け取りました。終盤？薬液、ハーブ、薬液、薬液。バーナーいらん。バーナーいらないか、やっぱり。ハンドガン2個もいらん。そうっすか。二丁拳銃に憧れ。赤い弾は一応持ってってもいいよね。ダメ？クロちゃん。クロちゃん、赤い弾持ってっちゃ怒る。クロちゃん。クロちゃん、赤い弾。クロちゃん。赤いのはいらんって言われた。ラスボス前なので、3分休憩しよう。3分。なぜかっていうと、2時間半ぐらいやってるから、みんなトイレとか行きたいでしょ？ジュースとか飲みたいでしょ？
喉大丈夫だよ。なんかさっきからね、カルピスずっと飲んでたらよくあるじゃん。ヤクルト飲みすぎるとさ、こうなんかネロネロしたのが口の中に残るでしょ。それのカルピスバージョンで今喉が絡まってる。じゃあやるよ。いいですか。いきますよ。レッツゴー。いきます。よし。うわ、パッパッパッパーパッパッパー。これは大丈夫、スルーで大丈夫。落ち着け、大丈夫。焦るな焦るな焦るな、ハーブ大丈夫、スルーできるから。あーだーね、トイレ休憩中に行っとくべきだったよね。でもトイレ遠いんだよ、5分ぐらいかかるからさ。おーい、あ、これいるんじゃない。おー、痩せ細ってる。これが血水、血水、ネク、ネクロトシキ、ネク、ネク、感染が浅ければ血清を打ってもそのカビだけ死ぬんだって。カビがめちゃめちゃ進んでる人に対して血清を打つと宿主もろともカビも死ぬんだって。ああ、もう活字中毒だよ本当に。おめんねがシュパシュパだね。すいませんね、3時間も付き合わせちゃって。こんな怖いゲームに今日の夜ね、多分ゾンビに襲われる夢見るよ。あいやー、開かない。あいやー。さあ、ラストスパート。クロちゃん、ありがとうございます。ロング配信万歳。ほんと、そうなのかなー。ちょっときつくない？みんな、ありがとう。すいませんね、ほんとに。おでこテッカテカだよ、今、私。はっはっは。走るのです。走ります。走ればいいんだね。死んじゃえ。やだよ。走るね。あー、走る。すんごい走るね、じゃあ。すんごい走るわ。あ、すんごい走るじゃん。クロちゃん、ストップって言ってね。走りまくるのです。わかった。すんごい走るから。クロちゃん？いつまで走ればいいの？クロちゃん？もっと？まだ？もっと？四つんば倒すんだよ。無理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 。どこ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 ？どこ？どこ？四つんば？あ、ちょっと待って、ナマコ。ちょっと待って。爆弾、爆弾、爆弾。爆弾、爆弾。爆弾設置します。よいしょ。やばい、測れる、測れる。ナマコ、ナマコ。え？爆弾って踏んだだけで爆発すんの？え？爆弾って踏んだだけで爆発すんの？いきますよ。よいしょ。おばあちゃんの車椅子発見。でもおばあちゃんがいない。人形。近づくんじゃない！断る。お前、どうなるの？どうやって、防御、防御、防御。うん、走れ走れ。ただ自分の家族が欲しいだけだ。走れ。あー、防御すればよかった。これ以上近づくな。やめろやめろやめろ。カード了解、カード了解。近づくな。やだ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 。よし、できた。はあ、できた。これで、これで倒した。え、どうしてみんな私を嫌うの。ばあちゃんがエブリンだったの。え、なんか、なんなんだよ。かわいそう、リモモス。死んだ。お前たちみんな君の気を切ればいいんだ。ただ自分の家族が欲しいだけだ。どうしてみんな私を嫌うの？だって。なんか、涙出てきた。え、ちょっと待って、なんな？え、なんだ？なんだ？え、これどこ狙えばいいの？なにこれ？どうすればいいの？どうすればいいの？下がって、顔打って、オッケー。下がって、顔打って。了解。顔打ちます。うわぁ、ちょっとやばいんじゃない？やばいんじゃない？え、死んだ？なんだよ。
ちゃう。え、これ起き上がれる？無理だね。横になったまま攻撃だよ。助けて、助けて。ワン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 。なんだよこれ。怖いんだよ。怖いんだよ。あ、うわ、ちょっとやばいやばい。死んじゃう死んじゃう。それを使え。誰？アルパート？アルパート？アルパート？怖い怖い怖い。顔どこだよ。顔どこ？あ、だ。あ、だ。ほら。顔どこあと？顔。うわーい。うわーい。どうした？どうした？どうした？うわー、ちょっと待って、怖い。めっちゃ怖い。どうした？倒したやったやっと倒した終わった助けが来たねありがとう、誰ありがとうございます助けてくれてありがとうございますレッドフィールドだ。無事でよかった。レッドフィールド？ミア。助かったんだ。ミア生きてる。俺たち。あった。あった。頑張ったね。頑張ったね。ちなみにゾイルートだと、ミアもゾイも死にます。バッドエンドってことか。どんなに暗い夜も、いつかは明ける。クリス・レッドフィールド。ようやく。クリス？え？夜明けが訪れた。苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物、エブリンに変えられてしまった。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、ね、全てを乗り越え、歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。繋がってるんだ。でもさ、エブリン、かわいそうだなって思っちゃった。これエンディングみんなで見ようよ。せっかくだから。3時間。ね、悲しみなゲームだったね。確かに。みんな悲しがってたね。あ、そうなんだ。バイオ5か6で暗殺リストにイーサの名前があるらしい。へぇー。すごいよね。確かに。クロちゃんのアドバイスなかったら、ここまでサクサクに行けなかったもんね。クロちゃんいなかったら多分5時間ぐらいかかってたと思う。あ、その安さんありがとうございます。まだ続くの。ね。ミアルートが完結した。ゾイルートはまだ続く。やってみてどうでしたか？ここまで怖いゲームだとは思わなかった。ホラーゲームとかホラー映画とか一切手つけない人なので、ものすごい怖かった。怖かったんだけど内容が多分一生覚えてると思う。それぐらい衝撃的な内容だった。方向音痴炸裂。まあ、いつも通りだね。一応主人公とミアは生きてるけど、なんか自分的には、バッドエンドっぽいような、不完全燃焼者、不完全燃焼者、次は VR 装着で、やってよ逆に。やってよ。そう、クロちゃんやってよ VR。クロちゃんこそやってほしいよね、VR。トイレね、すんごい我慢してる。今すぐにでも出したいんだけど、ちゃんとエンディング全部見たいから、内股で頑張ってる。
コンビニでもずく買ってきてください。コンビニなんでコンビニでもずく買う、もずく買う前に出勤するよ私。特典あるんだやっぱり。楽しみだな。なんだろう、いやするよ、出勤するよ、誰だってするよ。出勤フッテージとか言うなよ。そうだよね、クロちゃん。わかった。マッドハウスは最高難易度ってことだね。もうハードとかイージーとかノーマルの世代だからさ。マッドハウスって言われると、何何って思っちゃった。ちょっとカルピス飲むね。下から出ちゃったらごめんね。次はダウンロードコンテンツをやってほしい。クロちゃん手伝って。ホラーゲームはもうコリゴリだよ。出勤フッテージいいよ、でも気に入ったよ。出勤フッテージがマッドハウスだから。意味わかんない。頭おかしくなってる。はい、ということでエンディングが終わりました。プレイ時間8時間23分31秒。まあそうだよね、なんかつけっぱなしで寝てたりしたからな。リスタート回数、実は死んでるんです。あ、死んでるんじゃないや。一回死んだ。一回死んで、もう一回はあれだ。この配信中にリスタートしたんだよね。アンティークコイン18分の12。ファイル発見数。あ、ファイルは全部コンプしたね。はい。アルパート、ゲット。アルパートってあれだよね。一番最後に地面に落ちてた。これ使えって言われてたやつだよね。それをゲットしました。クリアしたよ。ありがとう、みんな。はい、ということで3時間30分の長丁場、皆さん本当にありがとうございました。そしてその中でもクロちゃん、たくさんアドバイスありがとうございました。多分ね、この生配信の8割は多分クロちゃんがいないとここまでコンパクトにはできなかったと思います。本当にありがとうございました。そして応援してくれた皆様、父猫ちゃんはじめ皆様、ドサンコさんもみんなありがとう、タウちゃんもありがとう、初見さんもありがとう。すいませんね、巻き込んじゃって。じゃあ次回はダウンロードコンテンツを少しやってみようかなと思っておりますが、しばらくはちょっとホラーゲームは離れたいなって思ってます。皆さん本当にありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではまたねー、ありがとうねー。